こんにちは。今日はコメントでもよく来る、シートベルトがロックされる仕組みを簡単に説明してみようと思います。ここに部品の一部を作って用意しました。ではこれを使って見ていきましょう。この部品の下にこんな感じでベルトがついていると思ってください。見にくいので消しておきます。さて、ロックされる仕組みは2つあります。1つ目はこちら。ベルトを引っ張ると、こんな風に内側部分のみ回転します。ゆっくり引っ張るとスムーズに回転するのですが、引っ張るのが早すぎると、黒い部品が遠心力によって動きます。黒い部品は矢印の方向のみに動くようになっています。遠心力は周囲に働きますが、自由度の制限と、うまく中心位置をずらしているのか詳しくはわかりませんが、意図した方向のみに動作するようになっています。そして、ベルトを戻すと直るようになっています。ということで、遠心力による部品の移動が一つ目のロックの鍵ということがわかりました。次は二つ目。二つ目は、このボールが鍵を握っています。このボールは自由に動くことができますが、通常時は重力により下に位置しています。そして、ベルトが引っ張られた時、外側の水色の歯車も一緒に回転します。つまり、外側の歯車を無理やり止めたら、シートベルトがロックされるということですね。車が何かに衝突して急減速した場合、中のボールは慣性によって前に進み続けようとします。その結果、上部の爪を持ち上げて、シートベルトをロックします。そして元に戻ります。衝突ではなく、例えば崖から落ちて車が逆さまになった時。そういう時も、このボールのおかげでシートベルトがロックされますね。急減速の時はロックは自動的に解除され、逆さまの時はしっかりロックし続けてくれるのは超賢いですね。どうでしたでしょうか。実際はいろいろと複雑に作られていますが、重要な部分のみシンプルに解説してみました。